はい。2023年7月の25日火曜日です。ゲームがちょっとできるぐらいではない。えー、今日は37度一応東京35度とか、えー、群馬39度だったらしいですけど、えー、しばらくこの暑さは続くそうです。なので、家から帰ってきてからその、熱した体を冷ます行為というのがなかなか大変で、えー、エアコンを回すと30度でフル回転するって言うんだから、 <laughs> 外が暑すぎて <laughs>。ゴーってなって全然切れないっていうね。30度で設定して、もう部屋もだいぶ涼しくなったよなって思ってさ。でも30度設定でエアコンが回るっていうね。恐ろしいって思いますけど。あそのうちエアコンも自由に使えなくなるでしょ。電気代も上がったりなんだりするだろうから。で、切ると暑いんだよね。 言うともう1分も経たないうちに部屋の中がもうハッとしてくるから、まあどうしたもんかですけどあ,あと2ヶ月ぐらいの我慢かなと思ったりしてます、えー、というわけで今日のニュース、えー、Twitter のアイコンが X に変わるっていうので、えー、今日変わってましたね、えー、ああそうかと思ってあの鳥のスクリーンショット撮ってなかったわとか思ったりしましたけど えー、幸いニコニコ生放送の方では、まだ番組にリンクするっていう手動のボタンがあるんですけど、そこのボタンは、えー、鳥のマークのままでした。だからね、冗談冗談つって、3日で取り下げるかもしれないし、から、この X ってマークがね。いやーと思いましたね。で、同じ話をするんですが、これはやっぱ、そのアメリカの感じだなっていうね。 アメリカ大陸を、ね、発見してさ、そこから植民地としてさその、アメリカとかスペインがあー、俺らの土地だっつって侵略してアメリカの旗を立てるみたいなさ、コロンビアの旗を立てるみたいなさ。なんか、そんなのに似てんなと思うねそのそ。それまでも現地で暮らしてた人がいるんだけど、支配者が変わると、うん、まずはシンボルマークから変えるんだっていう。 いいろんんな状況をするんだっていうことでそこに分かりやすいのはやっぱり旗であるわけでそれが X になったっていうのはうん非常にアメリカ的だなっていうふうに思いましたこう,こういうのを心なくできるのが多分植民地で、えー、他人のものを奪うことが当たり前だって思ってる人種の人がやれることなんだろうかなうーんなぁなっていうふうに思いました あと、X 大喜利で、ロックマン X にかけてみたりとか、仮面ライダー X にかけてみたりとか、ゼノギアスとか、とにかくエッドラキュラ X にかけてみたりとか <laughs>、あのー、いろいろありましたね。その中で僕が一番好きだったのは、X68000 にかける話がちょっと好きでした。シャープが、シャープが、あのー、X68000 の話を、 このタイミングでしてるのがすごい面白かったなと思いますね。まあ魅力的な数字なんでしょう。X という数字は。そういう意味では。ね、これからちょっとどうなるか気になりますね。Twitter は。X になったから離れるのか、それともマストドンとかに移行したりとか、ミクシーに戻ったりとかいうことで、その ユーザーがどんどん離れていくっていうことにもなるかもしれない。でもより便利になるとは言われてるんですよね。だから、Twitter の中で、その Amazon の検索みたいなのができるようになって、えー、まあ多分手数料どっかで取ってね、やっていくんでしょうけど、Twitter、ま、でその、何、あの、仮想通貨決済ができるようにするとか、 あのね、ツイッターで気になったもので商品が買いたいっていうことで、直接そこから郵送してもらうとかねいう、いうことができる。だから、まあ、だからツイッターアマゾン化計画というか、ツイッター楽天計画というか、そんなことや、やるらしいのでね。まあ、それが便利だって、携帯一つでなんかこう、ポッポってできる。で、位置情報とか、ああ、なんかね、なんか、 そう,そういうのも取られるのも構わんっていう人たちが、これをもしかしたら使い続けるかもしれない。うん、まあその辺はちょっと分かんないなと思いますね。ええー、あとポケモン3、うん。流行ってるっぽい。な、え、ん、ー、<laughs> で流行ってんっていうか、なんで自分たちのさ、その、 プライベートな睡眠の時間みたいな。あとなんか、いびき書いたり、寝言言ったりすると、それが反応してる、録音したりとかするんでしょ勝手に。よくそんな怖いアプリみたいなの入れられるなと思うんだけど、ねえなんか、ポケモンスリープ楽しいですってって、やってる人たちがいるらしいです。まあ、ポケモン強いね。そういう意味ではね。なんかもう、ニンテンドーブランドっていう感じがしなくなって、 のもあるけど相変わらず強いいんだなっっていうのはちょっと思いましたあとテレビ CM で今なんか新しいポケモンのやつやってたりとかしますけどあ,あれなんだろうもうちょっと動画枚数をかけてねっとり動くポケモンにすればいいのにああいうところでやっぱお金ケチるんだなぁなんていうのも思いましたねせっかく絵が綺麗なのにカクカクじゃんとか思ったりしました えー、ワンピース、フィルムレッドを見ました。あの、アマゾンプライムに入ってて、うんあ、このチャンスじゃなきゃ見れないなと思ってさ、絶対に僕はこれ劇場に見に行かないだろうなっていう映画だったんで。で、見てみたんです。そしたらね、あの、ワンピースゴールドとか、 あの辺の映画に比べて、ちゃんと一本筋の通ってる映画になってるで、びっくりしました。高等無形じゃないっていう、あれ意外とこれ見れる映画だぞと思って <laughs>、あの、ちょっと、安心しました。ワンピース映画の中では、かなり、あの、上位のお話になってたんじゃないかなと思います。ちゃんと、なんだろうね、戦う理由であるとか、 あ見せみたいなのがちゃんと配置されてる話だった。で、そこに、あの、歌だよっていう人が、あのとにかく歌を歌うので、それだけ苦痛だったのな。あの、歌を歌うシーンが、まあそ、その時流行してたアードっていう人を採用して、ね、期待の歌姫として作るから、あれなんだけど。 あそこ見てるときだけちょっと混乱しましたね。ワンピースは何やりたいんだろうかなと思ってさ。だから、ワンピース版アイドルマスターみたいな映像、ね、アイドルマスターみたいなのずっと流行ってるから、アニメで、ジャンルとして。それをワンピースでやったら強いんじゃねみたいなので作ったのかなと思って。の割には、その歌の歌うシーンがですね、 あのなんだろうコンサート映像みたいな感じに作るんじゃなくてミュージックビデオっぽいんだよね、えー、ミュージックビデオ MV 今だとどういうふうに言うのがミュージッククリップですかあそのねあのだからあれあの、まあ、ニコニコ動画の歌ってみたみたいなの豪華版みたいなさあれはライブ映像じゃないよなって思うんですよね だから、なんか変な組み合わせで作って、まあそれが夢の世界だからそういうふうにみね、だから歌で夢に誘う能力だからうん、その現実感のあるライブ映像を見せて騙す。でもなんかね、お話は常に舞台の上でね、お話を進行させたりとかするから、すげえ混乱しましたね。えー、これは何が作りてえんだろう アイドルマスターだったらライブ映像のやつをさ、一生懸命美少女描きたい人がさ、一生懸命描くなり CG 使ったりとかして、コンサートの風景を再現するわけだけど、ワンピースのやつはそう、そうじゃないから、うん何が、何だろうなっていうのがずっと最後までわかんないままでしたね。意図的に作ってんだろうけど、まあ好き放題はやってるなと思いながら、 でもやっぱワンピースゴールドよりマシだなとかさ、ワンピーススタンピードよりマシだなみたいにしてみました。あと、あれ、300億円儲けたんだっけワンピースは、フィルムレッドは。1年近くこうロングラン公開してお客さん呼んで、えっ、ー、と、1週間ごとだっけ ?1 ヶ月ごとだっけその劇場に来るときのおまけが違いますよっつって、あの、あ 2回、3回リピーターする人のね、キャンペーンもやったわけだけど、あのさまあ、どうだろうね、公開するときに、ね、どれだけ回収できるかっていう予測がつかないから、その政策体制とか、政策の予算とか、政策にかける時間とか、そういったものがやっぱ取れないんだなっていうさ、その、あのドル箱でさ、お金が取れるって分かって。 ってたらまあでも、かけたお金が少なくて、上がりがでかいんだったら、その方がいいっていうのもあるんだけど、お金かけて作る、じゃあ、お金が儲かるのが分かってるのに、なんでこんなにアニメーションにお金かけないんだろう、みたいなさ。あもちろん、テレビアニメで見るよりは全然動くアニメになってんだけど、なんかね、その、アニメーションを見てて、 何か新しい発見があるアニメではないなっていうさ、でも作画に感動することもないしさ、なんかいつもの、いつもと同じぐらいのコストをかけた東映のアニメーションを見たなっていう感じのさ、これだから東映はっていうさ、お金、お金がないのかな、人材がないのかなって思う感じのさ、<laughs> ところどころいいシーンはあるんだけど、あの、全員が全員才能を持ってるアニメーターでもないから、 ちょっと、そ、その意味では見るのが辛かったですね。あの、クライマックスのシーンはだいぶ綺麗に描いてたけど、前半とにかく動かないのが気になったなっていうのがありました。あとね、あのー、今、すすきの生首殺人事件っていうのが、まあ、日本をちょっと騒がしてるニュースとしてあるんですけど、ね、あのー、なんか、ホテルに泊まりに行った時は二人だったのに、出てくる時は一人だったっつっ そしたら部屋の中に首だけ切られたあおじさんの死体がこう転がってたみたいな。犯人は誰だって言って。その犯人があ29歳の女性でもしかしたら共犯者としてお医者さんのお父さんとお母さんが関わってるかもしれないっていうニュースが、まあ、怖いですねっていうなんかミステリーものみたいな <laughs> ニュースがあるんだけどさ。 なんか見、見た時期がそれだからさ、シャンクスがさ、この歌を超可愛がってさ、俺の娘だっつってさ、俺の娘に何すんだなんていうのでさ、こうまあだから、家族の物語っていう意味でそういうのがなるわけですけど、時,時期が時期だけにさ、その、子供を溺愛した結果、子供が過ちを犯すというさ、 その、変なシンクロをしてしまいまして。だから、ススキのの事件で、もし犯人が、その女性だとすればね、あの、歌を生む構造そのものが、やっぱり、うー、良くないんじゃないのっていう。子供をすごく過保護にして、今なんだっけなんか、あるんでしょこ子供、大、子供庁っいうのができて、えで、子供を大事にしましょう、みたいな理屈をどんどん並べて、 そこにこうお金を、あーこうジャブジャブ使ってみたいなさ、あ,あんな形だけだとも思うんだけどさあ、で、それで育てた結果さ、20年経ったらさ、何が殺人し、何が悪くて何が悪いのかわかんない大人が出来上がるっていうことをさ、どんどんその今の凶悪事件が証明してるなぁなんていうふうに思ったわけです。 ね、なんでこんなに治安が悪くなったんだ日本みたいな感じでもなくさあのなるべくしてな,なる世界だなともやっぱり思ってしまった、ね、その中でこの「ワンピースレッドというのが、まあ、去年かおととし公開された映画ですけど、うん、ある意味時代反映してんだなすげえなっていうふうに思いましたえー、以上です「ワンピースレッドの話は以上です あとね、僕、あ、声優だ。あの、シャンクスの声の人は、ね、ベテランの声優の人で、今は地位もあるし、ね、あの人が出てくるだけで嬉しいっていう人がいるんだけど、あの、声優の芝居という意味では、あの人、下手な部類に入るんじゃないかって僕 <laughs>、思っちゃったんだけど。まあ、ね、お年だしさ、本来のシャンクスというキャラクターのイメージからは、 そのこ、声質であるとか、もうだいぶ歳をとって、ふがふがになっちゃってる部分もあるから、まあでもそれは別に他の、あの、あれもそうなんだけどさ、すごい気になりましたね。もともと赤髪のシャンクスとさ、水星のシャアで赤い繋がりで声当てさせてた人がさ、30年も連載されてアニメになってるから、そりゃ死なないだけ偉いよって話ではあるわけですが、うん。 なんだろう声優の世界にもさ、なんだろうそのあの本当はうまくないのに、有名な作品に出たばっかりに、ずっとレジェンド声優扱いされてる人もいるんじゃねえかなっていうのを、そのシャンクスのふがふが芝居で、えー、思いました、えー <laughs> あの。うまく世代交代させたりとか。 この声はもう使えねえなって思ったら冷静にそれを切るみたいなことがやっぱ日本の文化圏だとできないんだろうなっていうさ。売れてるし、認識されてるから死ぬまでこの人使おうみたいな。まあ、ちょっと前だと次元大介の声ですね。引退というか次元の声や,やめるまでもう本当に痛々しくふがふがになるまで使,使いに使い倒してさ、次の次元の声優の人に行くっていうさ。 いや良くないなって思った。あと、コビーっていう、あのワンピースの1話でね、あの泣き虫コビーくんだった人が立派になったりとかして、あれも声優は最初の声優ずっと使ってんだろうけどさ、あの、コビーくんがさ、その、僕はワンピースを毎週見てる人じゃないし、特にアニメなんて本当に気晴らしにちょっと見て、ああ、もういいやって思う感じだから、 特にそう思うんだけどコビーくんの声がさおばさんがただ喋ってるようにしか聞こえないのだからそれは僕にすり込みができてないからなんだけどあのもう精かな顔の青年になってるのにさずっとそのコビーくんの少年コビーくんのイメージのまんま当て,当てはめてさそれも踏まえて大人になった芝居をその声優の人はしてるつもりなんだろうけどさ どう聞いたってその辺のおばさんが一生懸命声優やってるようにしか聞こえないかったっていうのはね、なかなか。だからやっぱアニメっていうのも歌舞伎とかと一緒で文脈を知ってないとそ、その一つのジャンルのアニメの中でなぜこの人が声をやってるのかっていうことを考えないといけないんだなとか、そういう余計なことをちょっと思いましたね。シャ,シャンクスとコビーの声で思いました。あとフ,リンフランキーの声,声質がね、 あの他の声張る声優の人に比べるとちょっと弱いんだよなとか思うんだけどだけどその声が通る人だけとか聞き心地のいい人だけとかイメージに合う声の人だけを配置していくとその3パターンぐらいの似たり寄ったりの声の人が出るアニメになるからその点で言うとフランキーの声とかチョッパーの声とか あのやってる人が配置されてるワンピースはむしろバラエティーがあるというふうにもだからそう考えるとシャンクスもバラエティーの枠の中に入るんだけど、あのー、どっちがいいのかなっていうさ似たりよったりの,そのいわゆる流行りの声優の美少年超えと美少女超えみたいなのが1年か2年でこうどんどん切り替わっていくようなものがいいのかそれとも ちゃんと個性のある声優さんは何十年も生き残るんだっていうような世界がいいのかっていうね。えー、それをちょっと思いましたね、えー。今度はドラゴンボールスーパーを、あのー、まあ、近日中に見ようかなとは思いました。はい。サザエさんが未だ世代交代できてない。うん、そうだね。死んでから交代してるからね。えー、タラちゃんの声がこの前交代したんだっけ タラオくんの声が終わって。でもサザエさんの声の人は死なない。っていうか、サザエさんの声優死んだ,死んだらもう、次のサザエさんはないなっ、つって、えー、終わるのかもしれないね。だから、あの声優の人生きてる間は、サザエさんやるんじゃないのあの人もだいぶ、ね、うん、高齢だと思うけど。ナミヘイさんの声とマスオさんと、えー、カツオと、あ、ワカメの声も変わってんだな。 ノリスケさんのこれもついこの間変わったんだよね。あ、今来た。どうもよろしくお願いします。うん、今ちょっと声優の話で、世代交代ができてないっって、ねうん。ドラえもんももしかしたらね、今のわさ、わさびの伸びたとかも全部またいつか交換するかもしれないし。そうすると、あのなん、木村すばるくんはドラえもんのジャイアンの呪いから解放されるんだね。はあ 木村すばるねと思っ思たりするな求められるのがジャイアンの派生系の声優の声だからあの人はまあね誰でもできそうなジャイアンの声もやってるっつうのもあるんだけどなんかね声優の露出が多いのはいいのかな悪いのかなって思うのは最近は特に木村昴の露出で思ったりいたしますね。 なんだろうね、まあでも日本人とドイツ人のハーフだっけでまあ見た目もそんなに悪くないから使いやすくはあるんだろうけどーなんていうのも思ったりそ,そもそも声優にルックスってまあ最終的には必要なのかなと思いますけどあーね夢が壊れたとかさ言われちゃうんだからあ,あと声優つながりだともう一個ニュースがあってあのー ケイオンっていう人たちが、さ、声優やってる人たちが、あのー、えっ、ー、と、なんだっけ、放課後ティータイムが、放課後が人妻ティータイムになったっ,ってあの何かっつうと、その、あの声優やってた人で、その、5人組で、まあ、ね、活動してたりとかするのもあってさ、 あの最後の一人が結婚したんだってだからあのみんあの,、K o、の声優やってた何年前 ?20 年ぐらい前慶ンっていうの,あのその人たちがみんな結婚したっつって人妻だっつってでそれを笑うなっつってねあの俺たちがこう人妻になっても応援してる慶ンを笑うなっつってぼっちザロックもあと5年もしたらみんな そうやってどんどん人妻になってくんだぞみたいなことを言ってる、その、慶應ファンの人の、いや、あれを見ちゃってさ、もうゲラゲラ笑っちゃってさ、ああ、もうすごい、なんだろうね、応援しててご苦労様ですと思ったりします。まあでも、そのいわゆる人間のアイドルみたいなものよりは、そのアニメの声優でさ、 好きなキャラクターはその、なもう慶應の名前、ユイちゃんだけ今思い出したけどあの、その5人の女の子それぞれ好きな人はずっとその年の変わらない幻想を追いかけ続けてればいいし、そ,その半身というか、魂の半分は声優の人が吹き込んでるわけだけど、その,その魂の半分分の人も ある程度尊重して10年20年ファンやってるっていうのは偉いもんだなってやっぱ思いますねあれは感心するよあのだ声優は一回愛されると何十年仕事もできるっていうことでもあるななんていうのもああいうので思いますけどあそれに比べて現実はすぐに捨てるよなあのファンですって言って彼氏ができたとかさ言うとさもうなんか その教団されてさ、なんか AKB の時はなんか丸坊主になったりとかしたんでしょあ,あの、ひどいよね。人間なんだから恋もするじゃないって思うんだけど、それを芸能活動でこ恋してますとか言うと、けしからんって言われたりとかするわけじゃん。ファンを裏切ったっつってさ。で、裏切らなくても2、3年ですぐ新しい子にどうせみんな目移りしてくんだからっていうのもあってさ。 あれはずっと応援される人っていうのは多分アニメキャラよりもま、稀なんだろうなと思いますね。だから田原俊彦とか、松田聖子とかは相当貴重なんだろうなと思います。はい、えー。すいません。見逃してた。花沢さんの声優はだいぶ衰えてきたと、この前、いや、見たんだ。僕はサザエさん見ないからわかんないけど、衰えたんだね。そうか。 あの人がサザエさんの中ではベテランになってんのか。あれはアナゴさんの声の人、まだアナゴさんの声の人なのウーとくーつって <laughs> あの。あの、なんだっけあの、セルの声の人なの人造人間セルの声の人がまだアナゴさんやってたりすんのやってんのか。楽天の CM で声当ててるから、まだ声優やってんだろうね。はい。 ギ楽器店でギターがカート売りされてるの見て、ぼっちザロックの影響で始めたが挫折したんだろう、ね、アニメは本当に、いや、悪くないですよそれ。それがきっかけでさ、成功する人もいるしさ、何か技術が身につく人もいるから。あ、は、れ、い、だけど、白箱から始まりさ、アニメで影響を受けて何か始める人ってやっぱ何か足りねえんだろうなって。 <laughs> ちょっと思ったりするよね。軽音の時も確かあの、なんだっけ、赤いギターがすごい売れたんでしょ左利き用のい。弾けもしないけど、キャラクターグッズとして書くか、あの、買ったとかいう人が結構多かったりして。すぐ影響受けるね。はい。軽音の時もそうだった。ああ、ああ、ごめんなさいあのコメ。コメント取っちゃった。ごめんなさい。 まあまあそのギターを買ったことで誰かと友達になれればいいですねって思いますね、うんえー、まあとにかく人妻ティータイムっていうのはなんかちょっとアニメ界を騒がしたみたいですというわけで、えー、今日あと悲しい話ですね世の中は金だって話なんだけど車を売るならビッグモーターっていうところがまあ,あ 保険金詐欺みたいなのをしてたっつうのでね保険屋も絡んでたとかいろいろニュースが今広がって悪者にしようかしまいかっていうのを民放がちょっと二の足踏んでるっつうのが面白くて一応記者会見の報道とかはするんだけど、うんうん、その報道の温度としてはね今すすきののく首なし殺人の方を一生懸命やってるの何あのね何にも分かってないんだよ。 逮捕されましたっていう、容疑者として逮捕されただけなんだっけっていうので、何にも分かってないのに、これ20分やるの。冒頭のニュースで。あとこ今日、今日は30何度でしたみたいなニュースやって、その後ちょろっとビッグモーターのその記者会見のニュースをやってる。おお、そうか。っていう。これは、やっぱちょっと深読みしちゃうよね。だから、どんなにこう、 あの悪者扱いして時間をかけて、あのー、やってもいいニュースがすすきのの首を切った殺人事件でこのビッグモーターの,その不正の詐欺の事件保険金詐欺の事件はさあもう相当ひどいニュースなんだけどあ何よりそのテレビ局にお金を落とすということで。 ね、すごい CM を打ってさ、僕だって知ってんだから、車を売るならビッグモーターつって、えーまあ、僕は車を持ってないしああの、売る車もないからお世話になることもないんだけど、あの今ほら、ビッグモーターのその店舗のところの街路樹は枯れてると。僕あれなんで枯れてんだろうなっていうふうにして、それを一生懸命喋ってる人がインターネットでいるんだけど、 それ、なんで枯れてんのか全然わかんなかったけど、あれ、だから、お店の看板がよく見えるように街路樹枯らしてんのね。<laughs> 道路走ってて、自社の看板がよく見えるように、こっそり除草剤巻いて、あの、あ、あ本当？昼帯とかミヤネ屋は時間かけてたね。あ、ごめん。僕、夕方のあの、6時のニュースとか、5時のニュースのあー範囲で行ってたので、申し訳ないです。そうか。ワイドショーはよくやってた。 じゃあ、昼帯とかはもうスポンサーしてもらえないの覚悟してこいつを悪者にしようっていうふうにしたのかな、なんていうふうに思い,思いますね。だけど、その、すごいこう温度感としてさ、あのー、やっぱお金持ってんの大事なんだなと思ってさ、直接広告はしなくてもさ、番組制作に裏でお金出しますよなんていうことをさ、耳打ちもしされてたとしたらさ、 あの今後のことも考えて、そんなにあの報道しないようにしようみたいなこともできるよなって、だから何かっつうと、金ででニュースは買えるんですよ、ね、政治家とか上級国民がもみ消したいニュースをですね、ニュースにしないうちにもみ消すのにもお金が必要ですがあーこう、ニュースになってからも、なるべくそのニュース連日やらないようにしようとかね。 一回だけやったからミサオを立てた感じにしようとかね、えーまあよ。僕最近話すけど、ジャニーズのニュースでさ、なんだっけなあテレ東かなテレ東だけが報じてたのかなそのなんか国際差別機関みたいなさ、監査人みたいなのが日本にやってきたっていうニュースだけやってたんだよね。だから、そのジャニーズ問題なんてさ、そのニュースソースとしてはさ、 あのなんだろう、国民がの大関心人なわけじゃん、ニュースで取り上げれば。あーだけど、それはそのこ今後のテレビ制作にしてもさその、テレビでメインで出てくる人がさ、み,みんなこう出れなくなっちゃう。でそ、それが出れないんだったら事務所も金出しませんということになって、それで超忖度して、SMAP 解散のニュースとかもなんか変な。 変な報道の仕方になってたわけでしょ僕はあんま知らないけど、知らなくて言うの申し訳ないけど。あの、なんかね、そういうのの、まあ、忖度があったりなかったりするんだろうな、なんていうのをちょっと思いました。えー、すごいね、だから世の中お金が大事なんだなって。お金持ってる人がお金でいろんなことをやるんだなっていうの。そして、お金のために、 不正を働いて、僕はいやいややりましたっていうことも人もさ、やっぱお金が欲しくてやるんだよなって。だから逆に言うと、このビッグモーターの事件が明るみに出ないためにはどうしたらいいかっつうとさ、末端の社員にまで金握らせてさ、お前らはこの高級を取れるのはこの詐欺のお金源なんだぞっつって、みんなを共犯にするしかないんだよ。だけど、 あの、上の人だけお金をこう吸い上げてさ、ノルマを貸して保険金14万円取るようなノルマを貸しましたみたいなさ、一台14万円で取れっていうようなことを、命令だけして、そのね、調教だけして餌を与えないようなことをしてるから、その内部から話がバレたりとか、やめたりした人柄のビッグモーターはこういう、 会社だったみたいなことをどんどん言われるわけで、ね。あのー、その、会社を大きくしたり、ね、宣伝したりっていうことを考える、その上の人たちは、やっぱ金儲けが下手だったんだろうなっていうさ、もっとうまく悪いことすればいいのにっていうふうに、僕はやっぱ思ったりします。えー、うまくやれよ。<laughs> そんなの報道されるぐらいの、なあの、ちんけな、頭の悪いことをするなよ。その辺の、その辺の不良とか、半グレとかと、やってること一緒だだけだよな、と思ったりとかして。これはどうかな、なんていうふうに思いましたね。はい。バレーボールのワールドハイも、ジャニーズを追い出したらしいよ、スポーツ。ああ、そうなんだ。一応、じゃあ、そういうのもあったりするんですね。 僕はそのジャニーズがすごく嫌いなわけではないんですよ。一生懸命踊りとか歌とか練習して、エンタメのプロになったりとか、まあ司会になる練習をしたりとかしてさ、テレビ番組のポジションを取っていくとかさ、その社会勉強とか政治勉強をしてコメンテーターになれるようにっていう、それぞれの道をジャニーズの中で個性派なタレントを ね、だから芝居の勉強だけ芝居にしか出さないジャニーズとかさそんなんがいたっていいと思うんだけどさドイツもこいつも中途半端なのが嫌なんですよあの芝居もうまくない顔も良くない歌も良くないだけどジャニーズブランドっていう傘の中で個性的なキャラクターとしているっていうさせめてイケメンであれとか思うから 意味わかんないんだよ。でも、システムとしてはその前にジャニーズジュニアって言ってさ、親御さんがね、我が子がテレビのスターになるかもしれないと思ってさ、ジャニーズに預けてさ、で、お金取りながら教育したりとかしてさ、たまにお尻触ったりとかもしたかもしれないけど、あの、そんな中でさ、あの、預かったからにはさ、その、今年預かった子供には、一人も、その、せ スターになる素質の子供がいないなーっていう風になってもさ、出さなきゃいけない風になるわけで、あ,あのシステムがまず良くないんだろうねその。あれも親御さん騙してね、スターになれるかもっつってあの芸、芸能スクールみたいなのをやったのは良くないんだけどさ、その結果、無能な人たちが適齢の二十歳とかになる前にさ、18ぐらいで、 なんか新しいユニット組まされてさ、最近はその、あの、ユニットの名前も変な名前ばっかりだしいさ、A グループってなんだよと思ってさ、ひらがなの絵に A って書いてグループってなるのとか、スノーマンってなんだよとか、セクシーゾーンとかね。あの、なんか、もうなんか、あの、なんかピンクレディよりも名前ひどいなって思うようなさ、 なんかもろ狙ってる感じというかさ。で、そのもろ狙ってる感じなのに、その中にいるお子様たちのさ、その才能が大したことないわけじゃん。あの踊る振り付けとかもさ、一個も揃えらんないし、しょうがない。日本の芸能は、すごい、すごい教育してさなあの、見た目がすごいような踊りとかを教えても、あの、 CD、CD じゃない、音楽が売れるっていうことに対しては、そんな勉強させてもさせなくても、売れる総量は一緒だから、あのね、ジャニーズのアイドルで人気ですよっていう、ね、名前覚えて帰ってくださいっていうので、認知度が上がった人の,その音楽が売れるだけだから。で、それが分かっちゃってるから、まともなその指導もなければさ、だどんどんクオリティが下がっていくわけ。それっぽいそのラップとか言わせたりとかするんだけど、ね。 僕はそれがたまらなく嫌で、えー、ジャニーズをちょっと悪く見たりとかするんですけど、だから犯罪グループであるっていうことが、まあ今、ねそれ、それでダメになるんだったらダメになると思うんだけどあそ、その報道も日本はしないわけですよ。基本、民法は。あっていうのがあるので、まあビッグモーターも、 金握らせてい、いろいろ僕たち共犯だよねっていうのを、あの巻き込むのが下手すぎたんだろうなと。思うで、同じようにやはり記者に思うことがあってさあの、だからどっかの新聞社とか報道局に勤めてるからあなたは記者であるわけだけど、うん、で、その中でね、不正を暴くんだっつってるような人もいるんだろうけどさ、世の中いいことだけでできてないしさ。 悪いもももののに巻かれてて見えてくるものもあるあわけでさでそんな中でさなんかその一般市民向けに我々は正しい、えー、ごめんなさいの僕もずっとテレビにかじりついたりインターネットにかじりついたりとかして見てるわけではないからあれなんだけどなんかねちょっとそ,それでもまだジャニーズ出てるんだろうって思うからさ あの福島プライドつって t o k o は出てるんだろうっても思うしさ。あね、ニュースゼロの桜井キャスターはまだやめてねえんだろうとか、ね、土曜日になればやっぱり t o k o の人が司会やるニュースショーがありさ、日曜になれば東のりがやってるあのニュースショーはまだ終わらないしさ。 私はニュースキャスターをする資格がありませんとかさ、偏見に勝てませんでしたって言ってさ、あみんな辞めないわけじゃん。辞めないでくださいとも言われてるかもしれませんけど、あーよくまあ平気な顔でできますねなんつうの思うわけです。そんな中でも僕はジャニーズで今、一人だけ好きなタレントがいて、それが中丸君っていう人で、 旅サラダで毎週どっかにロケに行って、あの昆布食べたり、魚釣ったりする人なんだけど、あ,あの人がちょっとすごいなって思うねあの。嫌われない努力を徹底的にしてる人であー、まあだから食レポの基本みたいなのを抑えたりとか、まあそのロケが多いから。 リポートであるとか、あと、なんだっけあの、ご飯作る番組、カズレーザーとバカリズムと、その中丸くんっていう人がやる、なんか、料理番組なんだけど、あそこの立ち位置で邪魔にならないようにあの、前に出ないようにすることで好感度を上げようとするっていうね、あの、恐ろしい。カトゥーンの中で、カトゥーンの中で、えー <laughs> 一番地味な感じのポジションなんだけどあの人多分すごい心の中でいろんなものが渦巻きながらだけどその悪い面をテレビで出さないようにしようっていうのを徹底してる人だからその見える部分と闇の部分のギャップがすごそうなのでだけどよく出さねえなあと思って感心するのは一人だけいてそれが中丸くんなんだけど同じような感じで金をもらってればね出してもらえるからね うん、そ,それをもうなんかジャニーズのタレントはなんか、なんだろうね、い,いろんなことがわかんないまんま足跡のそ残さなきゃみたいな、傷跡残さなきゃみたいなので、騒いだりする感じの、あれがいたたまれないいたたまれない誰かこの人たちにこう、本当の意味でマネージメントしてくれる奴らはいないのかと。うん、僕はそういう意味な怒りはあるわけですけど。 うーやっぱ思いますね、えー。あ、漫画も描けるの中村君あ中丸君ありがとうございます。まあだからいろんなそういう意味で、まあでもさ、それジャニーズだけ亡くなったって吉本のゴリ押しもあるんだしさ、<laughs> 面白くないのに、どんどん大阪でね、若く亡くなった人をどんどん東京に排出してくるあの感じとかさ。 えー、ひどいなと思うからね。吉本だってどうせ悪いことしてるんですよ。そのだけどお金もらってるから、うん、その闇バイトっていう件で、ちょ、ちょっとだけ中堅がやめたりとかしただけで、今でも吉本、吉本だわけだしね。えー、どこもかしこも悪いんだとは思うんですけど、結局は金よなって思います。金に騙されて、 闇バイトとか、闇営業とかする人がいて、えー、ね、金が人を狂わすんじゃないですよ。そんなに金にこだわってどうするって話だから。まあでも、お金がないとパソコンも買い替えられないしさ。僕もその配信の機材とか買い替えたくても買い替え、物価が高いから全部食費に消えてくしさ。食費と、その病院とかで寝なくなっていくから ああ、うん、やだやだ、うん。お金は大事だけど、お金のために人間性捨てるのもやっぱね、と思ったりするけど、もうみんな人間性を捨てるしかないところまで、どんどん底辺の人は追い詰められてるわけで、どうしたもんかなって、好きなことだけして生きていけるなんてことはないんですけど。ね、AI に仕事も取られるしね。 あれなんか AI でこれ作ったらいいんじゃねってあっ思い出した。ゲームと AI っつうので、後でゲーム AI チャット GPT かこ。この後この話します。ビッグモーターの事件はとても象徴的だなとって思います。あのね、<laughs> 記者会見の人はなんだっけ えー、ゴルフボールで車を傷つけるなんて、ゴルフ好きの人に <laughs>、申し訳ないっつってね。あ、この社長ゴルフ好きなんだなと思ってさ、あの、基準がゴルフなんだっていうさ、それ、車好きの人に申し訳ないだろうと思ってさ、もしあ、あ、謝る気というか、まあでも車好きの人に申し訳ないっつうと、そこを現地取りとしてその社長に責任取らせることになるから、わざとずらした可能性もあるんだけど、 あれ笑ったねあの、ゴルフ好きの人に申し訳ないっていう。<laughs> まあ、それぐらいの倫理観の人が社長やってて、儲けろ儲けろって言って、結果出せって言って、結果出した人に対しても別に大した対価もあ,えあ,えあげないで、ずっと運営してきてで、利用する人も安かろうとかって思って、騙されてそこに有名だし。 全国チェーンのお店らしいしっていうので、そこに、あ、う、の、ん、お仕事を頼んでたんだろうしさ。だから、まっとうなところの、ほら、車運転してると、ほら、何年に一回か、なんか、検査があるじゃん。車検があるじゃん。で、まともなとこで車検をこう、お願いしますってやるとさ、いくらいくらですって出すときのさ、3分の2ぐらいでああいうでっかいところとか受けたりとかするじゃん。どこでじゃあ、それは手抜いてんだって話になるわけで。 真面目に個人で営業してる人が車検通すってなると、これいくらいくらですって出してるのと値段が違ってで、安い方がいいっつってあの、みんながそうやって流れてくるところになる。だからお金がそこに集まるっていうことになるんだけど。で、ついでに、あのね、誰も、誰も損しない。保険屋からお金をこう持ってくるだけだから誰も損をしないよっていうのでさ、ここからお金が取れるね、なんつって。じゃあそのためには保険屋も巻き込まなきゃいけないね、なんつってさ。 <laughs> そこまではいいけどさ、そこまでは良かったんだけど、あのやっぱく国を作るには向いてない人たちだよなと思った。国っていうか、その、一国の城としてさ、会社を運営するには向いてない人たちだよななんていうのはちょっと思いましたね。はい、えー、千場吉町の、会見並みにひどい会見だった。 千場吉祥ね、もうあれ何年前ですかあの、ささやきかみでしょあれはすごいよね。いやあ,れあの、ささやきかみはマイクにこれ入ってないと思って言ってんの、あれ、あれ。頭が真っ白になりましたって言いなさい。<laughs> 頭が真っ白になりましたってあ。あれはやっぱさ、あの、何がすごいかってさ、その、千場吉祥のささやきかみに、 さ逆らえない息子でしょあれ,あれは。自分の言葉なんか関係なく、一字一く間違えずにさ、頭の中が真っ白になりましたっていうのはさ、もうロボットじゃんって思うんだけど、あ、これが、その、もう、その、その会社全体に蔓延してて、あの女の鶴の一声が一番大事なんだなっていうのを象徴するわけでさ。 で、そ、そういう世界っていうのは結局は縦社会ですごく視野の狭い人しか生きていないっていう世界でもあるわけだから、まあ当然だなと思うわけですよ。それに匹敵しますか僕はまだ千場吉兆の方がすごいと思うんだけど、バカ野郎解散の方がすごいと思うんだけど <laughs> あ、そうですか。そこまで来てるか、ビッグモーター。なんていうふうにちょっと思いました。 まあ僕もあんま知らないですけどね。まあ、ね。でも、ね、都合の悪いことはどうせ教えられないし。でさ、も,もっとびっくりしたのは、ここで、あの、あの秋篠宮家のさ、紀子さまがコロナにの陽性だったっていうのが分かったっていうニュースがさ、今日飛び込んできてさ、それは短いんだよね。おやっていうね。 一大事じゃないのって思うんですけど。まあ、しょうがないね。イ類になったからっていうのがあるんだけど。そりゃそうだよなって思うよね。みんながマスク外してる中でさ、後続が行って挨拶したりとかしてさ、向こうもマスク外してないっていう状態だったら、そりゃいつか確率でかかる可能性はあるよって思うから <laughs>、えー。ね、すごいねって思います。今まではかかってもひた隠しにしてた可能性はどうなんだろうか。 ととかちょっと思いましたけど、まあ、このビッグモーターとすすきのの事件と毎日のこう連日の暑さの報道の中で本当にちょっとだけ「あ国のトップニュースじゃねえんだ紀子様がコロナにかかったの」っていう, <laughs> そ,うそういう思いも今日はありました。というわけで今日どうしても話したい話は実はそういうのじゃなくてこっから話す話です。 ま、仕事が取られる。ゲームの制作にも AI がおそらくどんどん入ってくるだろうっていう中で、あのー、結局ゲーム作るときに何がめんどくさいかっていうと、テキストをゲームプレイヤーが、その、考えうる限りの可能性をさ、だから選択肢を4つぐらい用意したときに、テキストを人間が書くと 4, 4通り書かなきゃいけないわけですよ。 それ全部 AI に任せたり、チャット GPT、GRT になってるな。GPT に、ま、任せたら、その、いくらでも、その、NPC プレイヤーとだけ話するだけのゲームができるんじゃねえかっていうのを思いまして、もう作り始めてる人もいると思うんだけど、そうすると、その、自分の行動でゲーム始めた時はどう転ぶかわかんないけど、AI とチャット GPT が、 勝手に作り出すプレイヤーそれぞれに本当に独自の体験を与えるゲームっていうのができるんじゃねえかっていう。向こう3ヶ月、3ヶ月暑いの ?10 月になるまで暑いのあーと今日僕お腹が空いてるんです。ローストビーフが食べたいんだけど、もう外に出たくない。ローストビーフ食べたいなって思いながらハムをかじるんだと思いますが。 3ヶ月も暑いの。ありがとうございます。で、今、今ちょっと、もうこれは人間だと、その作業量とかがとんでもないことになるから、ゲームの中に AI とチャット GPT 入れ込んで、そこに、その、もう、ありとあらゆるその言語を入れ込んでさんで、まあインターネットとつなげるとろくなことにならないから、その、何万通りものその言語からつ、 文章を作り出す AI と GPT 用意してう、プレイヤーがそこに飛び込んだ時点から、最初の選択から全く違うところに話が進む RPG ができましたって言ったら、まあみんな一番最初に飛びつくんじゃない ?AI と GPT の一番いい使い方ってそこなんじゃないかなと思うので、それはそのゲーム会社が人力で作るには不可能なゲームだから、 そういうのはね、ちょっと出たら遊んでみたいなとも思うし、あーそれがでも共通の体験にはならないから、あれだけど、あの理想とするところはそこだろうっていう。ゲームが最終的にたどり着きたいのは、その、同じ体験を共有させるコ,コピー商品を売るのではなくて、あ その世界に没入するための何かっていうのをあのゲームでしかないできない何かっていうものをけあの出すことなんだろうっていうふうにちょっと僕は思ったのでそ,のそれの多分最終形これだなって今みんなが嫌ってるえ嫌ってるわけじゃないけど みんなが割と顔しかめたりするこの AI ってやつはゲームの可能性で言うとそこに行くなと思いますねそ。その代わりそれはパターンを覚えたりとかその繰り返して同じ結果が出ないゲームになるからそ,のそれまでのコンピューターゲームとは全く違ったものになると思う。だけどんなんか、ね、僕はそれが可能性だと思う。だからゲームの中で100年間を生きる人たちがどう100年を生きて そ,その世界の中で、その、国がどう発展し,していくかとかさ、うんうん、どういう戦争が起こるかっていうことは、この AI とチャット GPT が、うん、あの、適当なタイミングでそれを作り出すっていう、だけでも、か,かなり、その、今までのゲームの、うん、とは違ったものができるだろうな。だから、その AI と会話するとか、チャット GPT と会話するっていう、 うことがまあ今ある程度できてるからその先としてゲームのパッケージの中にこれを入れ込むことは可能であると思うんだけどそこだな今目新しいことって多分ハイグラフィックとかそういうことではないのでちゃんと考えるコンピューターとそしてレスポンスが早いコンピューターとそういうゲーム的体験をしてみたいっていうのは僕の欲求としてあるななんていうふうに 今んところでもそれっぽいのは出てないけど近いうちに出すだろうなと思います。うんそれはでも日本からは出ないんだろうな。<laughs> この辺の研究が遅れてるから。うんだから出すんだったらもう今、今すぐスティームとかでこう,こういうのでいち早くうんそれっぽいものを出すといいんじゃないそのだからローグ系の RPG というか、ロローグ系ダンジョンゲームみたいなやつも、まあ、1000回遊べる RPG っつってさ、あったけど、うん、なんか、そういうタイム句として勝てるゲームが今、1個あるとしたらこれだななんていうふうに思いました。あでもチャット GPT って基本的にはネットに使ってないと使えないんだっけ。これがオフラインでワンパッケージのゲームで、 ある程度そ、そのワンパッケージの中で人間が満足するテキストってなんだろうっていうテ,テストとかができるとね、効率よく、うん、作られると思うんですけどね。ネットにつなぐとなんかプレイヤーの情報みたいなのとか、総プレイ時間とか全部フィードバックされて、それはなんかデータが盗まれる感じがしてとても嫌だなとも思うしあ。でもなんかここが究極なんじゃないかなと思うね。 で、自分で考えるの嫌な人もいるだろうから、うん、選択コマンドとしては、その返事のも文字も AI が考えてくれるみたいなところまで来ると、だいぶ裾野の広い、誰がやっても同じにならないゲームっていうのは RPG ゲームみたいなのができるんじゃないかなと思いました。というわけで、RPG の U、そしてファイナルファンタジー16の テレビ番組があったので、今日どうしてもドラクエの話とファイナルファンタジーの話がしたくて。あのね、ドラクエの話でどうしてもしたかったのは、そのまあ一番最初のドラクエ1とかでさ、平原があって、海があって、まあ、海岸線とかの、まあ、このドット絵の 16×16、ね、16のこのコマですよね。 一コマ一コマをただ移動して、そこでエンカウントする、モンスターがエンカウントするっていうさ、あのゲームであるわけですよあの。これはアクションゲームでも何でもないから、つまらないわけですよね。どっちかというと。なんでこんな退屈なゲームが世の中に受けたのか。まあ、宣伝なんだけど、ジャンプの宣伝でそうなってんだけど、 だけど、確かに昔のドラッグを面白いと感じた自分もいるわけです。これがなんで面白かったのかなっていうのをちょっと言語化したくて今日はお話をするんですが、山があったりとかね、なんか、は、林というか森はなんかこういう感じで <laughs> 書かれてるだけの 16×16 16の情報。そして、だけどここ、これをコントローラーで十字キーで動かして、 ランダムで敵が出るか出ないかっていう判定がそれぞれにあって、で、エンカウントすると敵が出るっていう。まあ、それだけの仕掛けのゲームなんだよね。あのまあ、その後戦闘のね、あの、プログラムもあるんだけどさ。だから基本これなんですよ。で、その、平原とか森とか山とかは、一応エンカウント率っていうのが設定はされてるけどイ、イベントマスのようでイベントマスで。 だからここにお城があったりとか街があったりすると違うとこに入りますよっていう印なんだけどさあの平原歩いてたって何が起こるかわからないそのわからないドキドキの中で僕らは何を感じてたんだろうかってだからこの一コマ一コマに何にも知らない状態でゲームを始めた時にそのこの この大陸を全部このね、16×16 16のこのマスが埋めてるわけだけど、このマスの全てが自分にとって未知の領域であるから、あのどこに行っていいか分かんない、行っていいか分かんないんじゃないあの、どこに行ったら何が起こるか分かんないっていうことが面白いんですよ、これ。 どこに秘密が隠されてるかわからない状態が面白いわけだ,だからビンゴ開ける前が面白いっていうことなんだなっていうことに今日気づいたそうかドラクエはこのパネルをめくった後にそこに当たり外れて出るようなあ、まあ、神経衰弱のゲームとかでね2枚出てきて揃ったらあなたの点数ですよみたいなの近いかもしれないんだけど これ分からないことが面白いんだっていうさ。あ、はい。シンボルエンカウント慣れすぎて、ランダムエンカウントできなくなった。うん、分かる。わかるけど、シンボルエンカウントって面白くないんですよ。あの、あ,のあの、面白くないって言ったらちょっと語弊があるんだけど、シンボルエンカウントするぐらいだったら、最初からそのエンカウントしてから戦闘に入るまでの時間なくせよって思うから、いきなり切りかかっていいじゃんって。アクションゲームとか、ダークソウル的にさ、 行けばいいのにさ、なんか RPG ってされてるものがさ、そのシンボルにエンカウントしてから戦闘画面に移行するだろうあ,のあれバカだよなんて思うから、<laughs> システムとしてバカだよなと思うので、あの人っても絶対いられないよなって思うのが僕シンボルエンカウントに対して。あと見えてるっていうことで、その見えてるかどうかわからない土地を進むから探索感が出るわけですよ。 あ行ってないところにもしかしたら、その、何かある、ないんだけど、ドラクエって。あの、だから、ウィザードリーっていうゲーム、3D のダンジョンも、あれもどこ行っても何にしても何もないんだけど、その、全部の,あのダンジョンのマスを埋めないと、まあ、気が済む人と気が済まない人がいるんだけど、あれ、なんでダンジョンのマス埋めたくなるかっつうと、もしかしたらここに、 行ってないから、ここになる、何かあるかもしれないっていうことを思ってそこに行くわけだよね。で、行ってね、やっぱ何にもないんだけど、あの、ドラクエとウィザードリーが決定的に違う点はさ、その、敵が落とすアイテムに、その、世界最強の武器が隠されてるのがウィザードリーで、ドラクエは決まった見つけ場所、見つけづらい場所にロトの剣が置いてあるわけですよ。伝説の武器は必ずマップの宝箱の中に入ってるっていうさ。 それが見つけづらい場所に配置しているのはドラクエの優しさであり、方針であるんだけど、だからドラクエは何回か戦ってると戦闘、戦闘した先の出来事が経験値もらうだけしかないから、たまに宝箱が出てレアアイテム出るけど、それは最強のアイテムが敵を倒して出てこないところが、そのドラクエとの、ウィザードリーとドラクエの決定的な違いです。カシナートの剣を出すために、 ウィザードリーはもうレベルが何本上がってもキャラクター分揃えるんだっつって戦う理由がそこにあるんだけどあのこれがやっぱ戦闘でもそうなんだけど敵が何持っていくか分かんないからあれ面白いんですよまあもしくは何か持ってるってことが分かってまあ戦って落としてくれたらラッキーっていうなんかそのパチンコ的な楽しみ方でもあるんだけど確率で落とすものをね こいつとだけ戦ってれば、いずれ落とすだろうっつって、え、やるやつですね。あの、あ、これなんだって。だから当時のそのゲームの作り方としてはこれだったんだけど、ドラクエも、そのドラクエ9で、ドラクエ9でシンボルエンカウントに変わるんですよね。え、ないんだっけドラクエ8はランダムエンカウントだよね。シンボルだっけ あれドラクエ8ってシンボルだっけあ、ごめん。わ分かる人いたら教えてください。な、9はもう完全にシンボルエンカウントになったんだよね。レベル上げしやすいって。だけど、その、まあ、あれはウルティマの新しいシリーズとかを参考にして作ったんだろうなぁとは思うんですけど、まあ、それ以降はもうシンボルエンカウントになるわけですけど、うん、こうなると、その、 この大地を歩いている時に見えるモンスターがいるところにだけモンスターがいるっていう判断になるからその大陸の隅から隅まで行く理由はさどっかなんかフィールドに小さなメダルでもねバラバラ落としとかない限りはそんなに探索しないわけであのこれがドラクエで失われた冒険する感覚っていうのがなくなって その、配置された街とか、必ずイベントがあるところにたどり着くためだけの動線になってしまった。あー僕がドラクエ面白く感じなくなったのは、このシンボルエンカウントがまあ決定的だったんだろうなとう。まあでもその前なんだけどね、ドラクエ5ぐらいで僕はあんまり、あの、面白いなって感じなくなってしまった。で、同じようにファイナルファンタジーもランダムエンカウントっていうか、まあドラクエの、 側を借りてきて作ってからランダムで言ってんだけど、ファイナルファンタジーはね、今度逆にさ、FF7 とか8でも、その、ランダムエンカウントなんだ。9もそうだな。シンボルエンカウントになったのは、ファイナルファンタジー10か、それくらいかな。 8はリメイクがシンボルで、プレステ2はランダム。ああ、りがとうございます。なんかその辺がごちゃ,ごちゃっとしててわかんない。ありがとう。えー、じゃあと、とりあえず、9からってこと。ありがとうございます。グラフィック変わったのは8だけどね。レベル5が作ったやつが8ですね。で、ファイナルファンタジーはね、7、8、9あたりはね、ランダムエンカウント。だけど、 このランダムエンカウントだけど、この辺のファイナルファンタジーは面白く僕感じてないんですよ。まあストーリーが一本道っていうのが第一にあるんだけど、その 3D ポリゴンの,、えー、の背景ですよね。あのフィールドマップがさ、あのそれっぽく作られてんだけど、あの それっぽいフィールドマップだけど、あそこにはさ、そのドットで配置されてる、ここは明らかに平原ですよとか、ここは明らかに砂漠ですよっていうような、あ指定がなくて曖昧なさ、あの、表現にな,なってるからさ、その、しかもその、地図として、その、なんだろうな、ね、方眼紙に映しやすいこういう地図じゃなくてさ、ポリゴンの角々のさ、 あれ微妙になんかマップにしづらいんだよね。あとその、そのもう、もう斜めにこうフィールドがなってるからさ、見下ろしよりもちょっと斜めになってるような絵でその、出されてるから、その、自分が今どこにいて、ここにいるからこの敵と戦ってるんだっていうような説得力がどんどんなくなってくるわけ。で、これがそのビルの中だろうと、洞窟の中だろうと、その、 なんかねど、どんどんこれがね、分かりづらくなっていく。綺麗なものを見せようっていうところでさ、一本道のさ、分かりやすい、迷わないように作ってるマップもそうなんだけど、このラ,ランダムエンカウントの数も多分決められてんだ。どうせ規定,定の時間が来れば敵が出るようにとか、何歩以上歩いたら敵が出るようにっていうふうに、されて、コントロールされてるところもそうなんだけど、 ここでどんどん魅力がなくなっていくんだよね。あの戦うこともめんどくさくなってくるし <laughs>。また出たとか、まあ。その代わり散歩歩いて出るとかっていうことはないんだけど、そうか、これなんだなって。で、いよいよドラクエより先にシンボルエンカウントしたのがファイナルファンタジーかなうーん。その辺ちょっと曖昧だけど。で、シンボルでエンカウントすると、そうだね、ファイナルファンタジーはもう 12では確実にシンボルエンカウントになってたね。なんか鳥とかに当たると戦闘始まるもんね、あれね。あの、逆に言うとさ、その、狩りが終わるとさ、全部そのシンボルがなくなるからさ、一回マップをリロードしなきゃいけなくなったりとかさ。<laughs> あれ、だからマップを切り替えて一番最初にこうスライムに出会う場所が一番レベル稼ぎやすいとか、まあそういうのが出てくるんだけど、 あれ,あれはあれで作業的でめんどくさくなるんだけどさ、あれが良くないよね。まあ、ファイナルファンタジー12ぐらいになるとグラフィックもだいぶ進化して、その、どこで何してるかわかるからね。山に登ってんのが海岸で戦ってんのがわかるようにはなるんだけど、グラフィックが上がって。なんとか樹海とかで戦うのがわかるようになるんだけど、ちょうどこのグラフィックの過渡期の時にフィールドも 3D にしようっつって。で、 ダンジョンは、その、最初に 3D で作ったダンジョンをね、あの、2D マップに書き出して、当たり判定だけつけて、ダンジョンっぽく構成するっていう。そ,それが789なんだけどなそ、そのアイディアの中で、ストーリー重視でもうこれは通過点なんだっていうのでさ、 目指す場所の東に行けって言ったら東以外選択肢がないようなマップ構成にどんどんなっていくから、あファイナルファンタジーはね。うん、そ,うそうすると、その通過するランダムイベントすら全部あ、ランダムの敵のエンカウントすらイベント化されるんですよ。左にまっすぐ進む間に何回か戦わせるように基本的にゲームデザインがされてるから。そうすると、この 秘密がないんだよねここに立ち寄ったら宝箱があるかもしれないっつっても見えててもどんなに頑張ってもいけない通路のところしかなくてさ分かりやすいところとか音が鳴るところに宝箱があってっつって、うん、プレイした人に取りこぼしがないようにどんどん、うん、どうやらこっちに何かあるみたいだよっていう、うん、ナビゲートキャラが現れてさ、うん、自分で遊んでる感じがないそして もらう報酬もすべて計算された報酬しかもらえないっていう風な作りになってくる。だからドラクエもファイナルファンタジーもある一定のところで衰退したんではなかろうかっていう風に思うわけです。ドラクエ10とかどうなんだろうね。僕そんなにやり込んではいないけど、ドラクエ10も似たようなもんなんじゃないかなと。報酬がね、あんまないような気がするので。はい。スイッチのインディーゲームのセールは あさって27日まで。ごめんなさい。僕、お金がないからセール買えません、今日。すいません。お金がないんです。今月、今月、本当に、あの、先月スイッチ買っちゃったのが、本当に安く買えたんだけどね。まあ、か買えて後悔はしてないんだけどさ。任天堂スイッチ、3代目を買っちゃったからさ。 何やってんだろうなって思うけどね。あれ買ってなきゃ今日ローストビーフ食べれるのになって思うんですが、うんうん。僕はね、もうそんな感じです。ありがとうございます。うん。なんかね、それをちょっと思った。これです。この、マス移動してる時に、変哲のない平原も、もしかしたらここまでキャラクター持ってったらなんかあるかもっていう。それがドラクケもさ、 シリーズが続けばさ、そこに何にもないっていうのが分かってくるからさ、あの、イベント進めるためにお城に行けって言ったら、お城のシルエット探して歩くっていうさ、そういう風になる。そうするとやっぱ、あの、没入感としてはさ、ストーリーで引っ張っていくことはできても、ゲームの中にその、入り込んで、ね、まるで自分がそ,そこで冒険してるかのように、 頭の中で遊ぶ行為っていう事態も、こと自体も実はゲームがどんどん否定してきた歴史であるんだなっていうのは分かるわけです。どんどん作り手にコントロールされてる感じがするゲームになってきた。これがドラクエとファイナルファンタジーなんじゃないかなっていう。うん、そのように思ったって話を今日どうしてもしたかった。このマス目。マス目がすごい大事だったんだって。何が起こるか分かんないマス目が大事だったのに。 堀有、まあ、ジはそれ,それが多分あんまり大事だと思わないで、うん、ウィザードリーとかのシステムの側だけパクって作ってきて、えー、宣伝がうまくいってたまたまそ,その当時の小学生にすげえって言われたっていうゲームが広がってその人たちの思い出コンテンツとして今「キン肉マン」が「キン肉マン」のなんかね2世やった後に「キン肉マン」の今ね続きもの,の話やってあれ大人が喜んで読んでるやつね。 あれみたいな感じでずっと売れ続けてるってことだよな、ね。だからそこに新規の顧客が入ることはあまりないわけですよ。よっぽどその、あの、あの頭のおかしい10代の子供とかじゃないと、あの、キンマンの漫画をわざわざウェブで読んだり、コミックスで集めようっていう人はいないわけです。だからまあね、そ,そ,その時代のジャンルでなぜでこれを注目してるのかっていうので、ね、 調べて読む人はいるだろうけど、基本的には思い出だからね。筋肉マンというものが流行った、筋消しとか集めてた人が懐かしいって言って、まだ面白いって言って、で、本家本元が書いてくれるっていうのでさ、自分の好きだった超人とかがまた出てくれば、うわーなんつって喜ぶっていう、あそれ以外はないんですよ、あれは。 時代もその動かないし、キンマンが全盛期だった時の何年後か、2年とか3年後の話だから、うんその読んでる時代ともリンクしないしさ。だからあ、あの当時のあの頃ですよ。レトロブームってやつですよね。うるせえやつらのアニメみたいなもんですよ。しかないんだけど、ドラッグエとファイナルファンタジーはもうそこに突っ込んでんだっていうことであるなと思います。そこから脱却しようとしてファイナルファンタジーは、<laughs> ファルシとか、フィフティーンでのね、あのグランセフトオート的なあの冒険の仕方であるとかさ、にあの、ねな、なんとか違うことしよう、違うことしようっ、つって、えー、やってきたわけですけど、やっぱどれもハマらなかったんだなっていう、それはやっぱり、その新しいゲームにおいて、やっぱプレイヤーをどうやって、その、 そのゲームの世界に引っ張っていこうかっていうアイディアが弱かったってことなんじゃないかなと、うん、思います。あと僕なんかはムービーがすごくあると冷めるタイプの人だから、仲間がよくしゃべるほど冷めてくから、そんなに僕になんかやらせたくて、ああだこうだってこうゲームの中で言ってくるんだったら、お前やればいいじゃんって思うから、僕なんかはね。<laughs> あのでも僕、仲間がいない方が責任感で一人で何でもや,やりますってやるけど。 一人でも仲間ができるとさ、なんか喋ってくるとさ、自分が思ってることと違うことをやろうとするとさ、もうそれだけでなんかゲームにストレスを感じるから。あの、だからファイナルファンタジー15とかはさ、決まったそのイケメン何人組みたいなので、車乗ってどっか行くんだろうって言ってさ、そのたんびに僕がこう共感できない話をするんだろうって思うから。 もう遊びづらいよなって僕は個人的に思うだけど、イケメンだったら遊んでくれる人がいるっていうふうに考えて、うん、作る人だったらそういう作り方にするしさこういうセリフを1個入れとけばあと30分遊んでくれるとかさになってくるんだよだけどそこには世界の秘密が隠されてないからストーリー上隠されてる世界の秘密はいずれ一本道をこう辿っていけばたどり着くんだから だここにもしかして何かあるかもしれないなは、まあ、それはもうゲームのデザイナーのセンスだからさあのそ,その時々でねうまくない人が作っちゃったらそうなるわけだしさーゲームを遊んでる時の快適さみたいなものとかもどんどんグラフィックが上がってくれば処,処理能力をどこに裂けばいいかっていうバランス感覚みたいなのは こういうゲームとこういうストーリーが作りたいんだだけじゃできないから。だからここなんだなと思います、ね。でこ、これはもう完全に奇跡の出来だからあの。効率化でどんどんこの行かなくていい場所がどんどん増えてくるんだけど、やっぱわかんない場所はこうある。だからポリゴンはこのわかんない場所がわどこなのかわからないっていう <laughs>、ま。マス目であれば目印になりやすいけど、 なんとなくここっていう感じにどんどんなっていく中で、そのちょっと判定の厳しさとかもあってねこの、世界地図に秘密を仕込むことがファイナルファンタジーはどんどんできなくなっていった。この話をどうしてもしたかった。どうしてもしたかった。だってみんなこういう話をしないから、誰かがしてるんだったらいいけど、でもこの話をまたパクられるんだろうなとは思うんですが、えー、でも僕は別に構わない。パクられる まあ、こ,この思想が広まればいいなと思ってるだけだから別に僕のアイディアだとも言わないけどこれはほんとみんな話してないなと思ってさ、ま、マス目の中に秘密がある的な話は何にも話してないなというでそれは時代的にどん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 ねそのなんか入れなきゃシンボルエンカウントにしなきゃあシンボルエンカウントにしたけど面白くねえなみたいな <laughs> のを なっても一応シンボルエンカウントが今回のテーマだからやりましたみたいなさだからドラクエとかファイナルファンタジーは面白くなくなってきたんじゃないかなと思いますだからやりたいことがどんどん映画的になったり派手な演出だったりもしくは自分の出したいキャラクターこんな性格のキャラクターを出したいとかそっちの方に寄っちゃうとゲームはプレイ体験としては 良くくなない方に働くんだろうなっていう、ね、まず、まず遊び場として何を作るかってことだとうん僕はちょっと強く思うようになりました。ね、そんな中でファイナルファンタジー16ですよ。僕はまだ全然前情報としてはトレーラーぐらいしか見てないし、誰かのプレイ映像見てるわけでもないから、なんとも言いようがないんだけどさ、まあよ、吉田プロデューサー言うにはジェットコースターの やめ時が見つからない、ものすごい壮大なストーリーの、ああ、やつだって言われてる。ジェットコースターこれはだから、乗ったら一本道ってことって言うのさ。だってジェットコースターって別に、その、分かれないじゃん。<laughs> 左右に振られたり、宙返りしたりはするけど、終点まで走りっぱなしで一本道を走るって話だからな。 まあでもその一本道の中で、じゃあ今回のファイナルファンタジーは、それこそエンカウントで言うとバトルがコマンド式じゃないんだよね。コマンドバトルじゃなくてアクションバトル。で、このアクションバトルが、まあ背景が流れながらであったりとか、戦いの場所がちょっと自動的に変わったりとかしながら、 あ遊ばせるるようにできていここまではわかるんですけど、その、じゃあ、このファイナルファンタジー16っていうのはさ、じっくり遊ぼうと思った時に、何かその、じっくり遊ぼうとした人にちょっとしたご褒美みたいなのがあるのかなとかさその、早くクリアしたいっていう人にはね、最短ルートで効率的な宝箱が置いてあってみたいなものでいいんだろうけど、 一応ストーリーとしてはね、その、召喚獣みたいな能力を持ってる人が、5つか6つの国にいて、それぞれにその召喚獣の扱える人の、なんか人種差別があったりとか、ある国ではあがめられる存在であったりとか、そういう人たちのところを巡っていく話らしいので、で、近代のエネルギー問題みたいなものに、だから原発使っていいのか的な、あ テーマも盛り込みながらさ、人はどう生きればいいのそしてあとはクリ、クリステタルのカゴはもういらないみたいなキャッチコピーもありつつさ、今まで便利だったものを捨てて俺たちは生きていくテーマの中で、ね、一番便利なプレステ5という機械を使ってさ、あのー、ゲームを作ってさ、遊んでくださいっていうこのゲームが、どこに着地する あそういうのはやっぱ興味があります。あのー、わ話題だし、ファイナルファンタジーだから遊んでみよう。まあ、あと、側も嫌いじゃないからね。あの、突飛な SF 世界に行って専門用語が出るような話じゃないっぽいから、あいやあのー、そ,その点でも好印象ではあるんだけど、うんた楽しみであり、いつ遊べるかはわかんないよ僕、プレステ5高くて買えないなと思ってるから。 アマゾンの欲しいものにリストに入れたら誰か買ってくれるのかな <laughs> ええー、ちょっとね、いずれいつか、まあ、遊ぶ前に死んだらしょうがないけどね、あのいつか遊んでみたいなとは思いますね。で、感触でやっぱ面白くない、肌に合わないって思うことはあるかもしれないけど、遊んでみたい。うん あともう一個はやっぱそのファイナルファンタジー14で名を挙げた吉田という人がさ、その14はさ、立て直しの吉田なわけじゃん。吉田 P はさ。だけど、これはゼロから作るわけだよね。まあ0、0、0ですよね。何にもないところから、あの、オフラインのファイナルファンタジーを作る。だから、その14はさ、悪い評判とかがあって、それを 吉田さんがこうあの全部洗いざらいその悪い意見も全部すくい上げてここが問題だっていうところをうん1年2年かけて直していくっていうさその作業と新しく作るものっていうのはさ何が悪いかっていう,そのうそのやってくれる人のレビューが集まらないところで完成しましたって出さなきゃいけないものだから。 やっぱこ,この差はちょっとね。ってことは、ファイナルファンタジー14も遊ばなきゃいけないのかなってことになるんだけど。<laughs> <え> <laughs> ファイナルファンタジー14なぁ。なんかい、あのマインクラフトと一緒であれ、パスワードがいつ始めてもいいように記録されてないんだよね。ちょ,ちょっと目を離すとっていうかもう、もう1年以上ファイナルファンタジー14は手差つけてないんだけどさ。 無料で遊べる分の序盤の序盤しかやってないんだけどあれなんかねまた新しく入力してくださいとか言われるのは常々嫌でねあれさえなければなって思うんだけどあれがないとどんどん不正アクセスとかも増えるんだろうから管理するために必要なんだろうけどこれ,これ気になりますねファイナルファンタジー16はやっぱ14とは勝手が違うからさ、うん ち違うゲームでね、すごい評価の高いゲームを作ったけども、ある意味別のゲームを作ったとも言えるわけで、その別のゲームがあのユーザーにどう評価されてるかっていうのは、ね、あのていうか僕がどう評価するのかもわからない。で、その中にはやっぱ見せられるムービーゲーっていうのがファイナルファンタジーだろうって思ってるからさ、どこ行ったって結局その、 ディスク三枚目に行ったらディスク二枚目の土地に戻れないんだろうっていうような、あのー、あれは本当大容量ゲームとディスク何枚組みたいな時代が生んだ弊害だとも思うんだけどさ。まあ今はそんな何枚組とかないんだけど。 ストーリーだけ追っかけるんだったら別に出来上がった動画で綺麗にね、そのファイナルファンタジームービーシーン全部つなげましたみたいな動画を見ればいいだけだから。でもそれは遊んだ体験にはならないわけだし、一回ストーリー見ちゃったらちょっとやる気なくすかもしんねえなとも思うから一生懸命見ないようにしてるわけだけど、<laughs> あ<の笑>まあだいぶ先になるんだろうね。 だから PC 版で調整されたファイナルファンタジー16が出た時が遊び時かなぁなんていうふうには思ってますけどあ。だから現代ゲームはどこに向かったらいいのか。で、まあなんかレトロテイストでね、なんか昔っぽいゲームみたいなので、うん、今売り出してるやつもあるけど、あれもまた どうなんだろうなって思うからさ。昔のめんどくさいことを懐かしいっつって喜んで遊ぶ人、しかあれは喜ばないわけで、それもまた違うよなと思う。だから本当はゲーム業界なんつうのは、ゲームが面白く作れる人なんか、本当一握りしかいなくて、えー、もしくは面白いゲーム作ってても、まあ世間的に評価されないみたいなものもたくさんあるんだろうけど、 うん、ユーザーが気づかないまま忘れられていくゲームっていうのもたくさんあるんだろうなとは思うんだけどね。だからう、うまいこと。だから、ファイナルファンタジーが絶対売れろっていうわけじゃなくてね。あの新しいゲームがどんどん出てきて、その新しいゲーム面白いとか、今回のピクミン面白いでもいいしさ。やっぱ新規タイトルが出てきて、なんか違う世界にいざなってみたいなさ。そういう新鮮さは、 日本の土壌からはより生まれづらくなってんのかなとも思いますね。ウルトラマンと仮面ライダーだけがある令和5年ですからね。いろいろ流行ってるからみ,みんなでこれパクってゲーム作ろうみたいな乱立の時代でもないし。なんかち,ょちょっとね、嫌なムーブに入ってるななんていうのも思ったりいたします。 えー、とにかくドラクエですよ。ドラクエの、このタイル張りの、このマップのとかけらには、そういう理由がある。これが多分僕がドラクエを好きな理由であり、後々ドラクエが嫌いになっていくのは、ここに秘密がなくなっていくからだって。だからっつってゼルダの伝説みたいにコルグをこう、隠せってわけじゃないですよ。1000匹隠せっていうのも、あれもまためんどくさいだけなので。 あれも隠し方がね、どんどんその隠すために隠す行為になってくると、ね、そのプレイヤーの裏を書いてここに配置しようみたいなのになってくるとさ、誰がわかんだよっていうような <laughs> のものになるから。だからやっぱブレワイはすごかったんだよね。ブレワイは冒険してる中で自然に見つかっていくから。 あれは本当にど,どこを歩かせてれば目につくような配置になってるかっていうのを徹底的にあのデパックの段階でその配置とかちょっとずつ変えたりとかしてねここは分かりづらいからやめようみたいなことを繰り返したんだろうなと思うんだけどあれはうまいう本当にうまくいざなわれてるな。 えー、あと今日ゼルダのレビューでなんだっけ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのここが素晴らしいみたいなレビュー見て、あ、うん、あ、確かにそうだなっていうので感心したのがあって、あの、オープニングでさ、その、リンク君はさ、どんどん飛び込んでいくわけじゃん。で、空島の、その、攻略が終わるとさ、い,いよいよハイラルの大地に飛び込むわけだよね。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムはさ、 どんどん高い深いところにこう飛び込んでいく。水に飛び込んだら大丈夫っていう。で、この行為を繰り返して、この結果、ラストバトル、ごめんなさい。ラストバトルであの黒竜と戦う時っていうのは、その白竜に乗ってるリンクが黒竜の背中とか頭めがけて、 その飛び込むっていう動作の繰り返しになってるでこれはそのラ,スラスボスと戦う時に全く新しいそのゲーム体験をさせるんではなくてオープニングから常に繰り返しているこの飛び降りるという行為を、ね、あの直感的にここに飛び降りてここ切ればいいんだっていうのが何回かやってると分かるようにそしてこのゲームのテーマとしてその あの、あの、ゲームを作った人が、プレイヤーにこう遊んでほしいっていう基本動作として、逃れようのないこの飛び降りるという行為を、ラストバトルに持ってくるのが本当に素晴らしいっていうのを、あの、評価してる。で、僕、今言った僕の言い方よりももっと、あの、感動するような書き方で書いてるんだけど、ああ、なるほどね、っていうね。あの、 僕は手,手をつなぐシーンぐらいしかね、オープニングの手をつなげなかったのがエンディングで手をつなげてよかったね、みたいな、あふうにしか思わなかったけど、なるほど。これはだから連続したゲームの中で、最後に自分が成長して、えーその、このゲームをある程度使いこなしたっていうふうな実感をラストバトルでも得られるように作ってるんだな。 あの、だから、龍の戦いは、ま、あ演出も綺麗だしさ、その、やること単純なんだけど、だけど、あの黒龍の戦いは、フリーザゲイラの方,方式にもすごく似てるし、あの、あと、なんだろう <laughs>。あの戦いに近いものってなんだろうとは思いますけど。あ,あ、そうこあ。飛び降りるコログを空中でキャッチするやつもそうだし。 散々繰り返してきたことを、あそこでまたやるんだ。だけど、シチュエーションがちょっと変わってる。変わってるからまた新しいことやらされるのかなって思うと、あ、この動かし方僕知ってるっていうさ、空中でこう、どうリンクを制御していくかとかあの、だから、それはとてもすごいことなんだっていうふうに書かれてて、えー、まあ確かにそうだよなって。だから ゲームの設計が、そのね、このゲームを作るにあたってどういうふうに着地させるかっていうことが最初から決まってるんですよ。だからあれはラストのドラゴンを倒すために僕らはずーっと練習させられるわけ。世界中を冒険して、あの、歩き回ってて何回も飛び降りてパラセールで止めたりとか、洋服着たら、あの、 なんかね、じゃ着陸する時にパラセール開かなくても着陸できる服があるとかねだから黒竜戦はもっとすごいのはそのこの黒竜に向かって飛び降りる時ってさその黒竜の体に着地する時にパラセールいらないんだよねどこ飛び降りても落下ダメージが発生しないのもちろん正気ダメージは発生して死ぬことはあるんだけどその落下に失敗して死ぬっていうあのペナルティがここには入ってないんだよね ああそうかっていうねよくできてんなっていうだから最終戦まで行ったのにつまらないミスで戻されるっていう要素すらこの最終戦にはカットされてるも,もっとねどんどん、うん、背中に当たった瞬間にハートが4つずつ減ってってさ、あのー、余計おものないさその衝撃ダメージみたいなのを連続で食らってゲームオーバーになるってことは決してないっていうね あこれはよくできてんなっていうのを改めて思いました。そこはよくできててもムービー長かったりするんですけどね。例えば、その最後のクイックタイムあイベントが QTE ですよ。ね。A ボタン長押ししろってやつですね。僕はこの QTE っていうのは本当嫌いなんだけど、ゲームにこれが入ってるだけで耐えるっていうさ、正解が一つしかなくてさ、 あの右を押したり左を押したりっていうやつです。そう,いうゲームが昔からあったっていうのはあるんだけど、あそこから得るものは、その、答えが1個しかないものだから。で、この答えが1個しかないこの A ボタンを押すって作業をエンディングでやらせる。エンディングのワンシーンで、その、あ、そうそう、だからゼルダ姫を捕まえるときに、こう落下するときに、 自らちょっとスピードアップしないと永遠に落ちてるゼルダ姫にこう近づかないっていう、ね、あのち,ゃちゃんとあのまっすぐシューッとこう落下スピードをた高めるために頭下にしてビャーって行かないとゼル,ゼルダに届かないだから自ら進んで落ちるということもまたこれもあの最初の頃怖くてできなかったことを強制的にやらせてるそしてここは一本道であってやることが決まっ A ボタン一回押すと、ゼルダに対して手を伸ばす。だっここで音楽も素晴らしいっつって、えっとね、この音楽はね、あの、チャララララっていうところのところに、クラップハンドが入るんだって。この A ボタンを押した後に、ゼルダのテーマに切り替わる瞬間があるんだけど、ララ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 ラっていうところに入るときに、で、そこから、 一回こう拍手でパーンつって、チャー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 って入るんだってさ、これは何かっていうと、今から手をつなぎますよっていう合図で、その手を合わせることが目的ですよっていうのを、その音楽で表現してると。だからこれ、これによって潜在的に拍手の音が一拍なるから、 あのここっから手を伸ばすんだということをまた後押しされるわけでその後押しされた後に A ボタンを長押ししてエンディングになるっていう、ね、この構成が素晴らしいと僕たちはもうどれだけこの任天堂スタッフの手のひらの上で踊らされていたんだっていうようなまあ絶賛の、うん、でこの「飛び降りる」というテーマに関して1本のその割と長いその感想文を見たんだけど うん、確かにと思ってね,考えましたねだから、ゲームを作るにあたって、あのー、何をどうしたいのか <laughs>、ただムービー見せるだけでいいのか、それを体感させるために、そして逸脱させないためには、どういうふうに縛って、それをさらに窮屈にかん感じさせないためには、だから、黒竜線ってすごく窮屈に感じないわけですよ、ね、決まったところにしか降りていけないしさ。 ずーっと落下し続けて落下しってこともないしさ。あ絶対にこう白竜が助けに来てくれるからね。下に降りるまでに、ねあ。もう含めて、あれよくできてんだなっていうさ。あだから締め付けと解放がちゃんとよくできてる場面である。だこういう工夫がさ、それぞれ他のゲームにどれだけ入ってるか。もしくは、 ここまで考えて入れ込んだことが他人に伝わらずにうまくこう合致しないゲームもあるんだろうからさ。せっかく作った演出なのにみんな見てくれないとかいうこともあるんだろうけど、これはもう強制的に見せることとやらせることに成功してんだよな、といういい例です、ということらしいです。えー、というわけで、えー、今日は一生懸命ゲームの話をしました。ニュースの話もしましたけど。 ああ、明日から3ヶ月暑いみたいですけど、なんとか体の調子が今ちょっといいので、えー、あと本当年を取ってかさぶたができないので、今日もまた出血してる状態なんですけど、あの <laughs>、出血してるだけありがたいなと思いますね。悪い血がどんどん出てると思って。で、えー、まあ明日あたりはちょっとゼルダの伝説のゲームがやれたらいいかななんていうふうに思います。 というわけで今日は以上です。ありがとうございました。終わります